はい、こんにちは、なのかです。いつもご視聴とコメントとかね、高評価とかご登録本当にありがとうございます。で、今回のお話はですね、どん底の時に本当にこう辛いとかね、苦しいとか悲しいとかってこう思ってましたけど、皆さんもね、今いろいろ思ってらっしゃるからこのチャンネルを見つけていただいたと思うんですけどね。で、私がそのどん底の時からこう今の私にこうずっとこうね、徐々にこう変わっていって、上がり調子になってきて、で、この途中があるんですよね。このどん底と今のこの途中のこの時に、上がってくる時にこの一つの方法も使いましたっていうことをちょっと話ししたいんですよ。その一つの方法って何かというと、もうどうでもいいやと思うってことなんです。どうですか？なんか一見するとね、こうどうでもいいやっていう言葉って、もう本当にこう投げやりというかね、もう人生に腐るというかね、もうどうでもいいやみたいなね、なんかそういうふうにこうなんかマイナスなね、言葉に聞こえるかもしれないんですけど、いや、私はですね、それがすっごくいい方向に作用したんですよね。例えばそうですね、そのどん底の時にものすごく何かまたすっごく嫌なことがあったりするとするじゃないですか。何かドカーンとまたあって、もうまたもう本当になんかもう何なのとかって思うとしますよね。その時に私がある時期からですね、もうどうでもいいやってね、心の中でねつぶやいてたんですよ。もうどうでもいい、もう私の人生もどうでもいいしみたいな。それがですね、ちょっと間違えたらこう悪い方向に行っちゃう人もいるんですよね。そのどうでもいいっていうのも何なんだよ、俺の人生、私の人生みたいな。そしてどんどんこうなんかこう同じような人とこうつるんだりとか、同じようなこうね、なんかこう悪い方向に行っちゃって、お互いこう投げやりになって愚痴ばっかり言ってとか、もうすごい負の方に行っちゃう人もいると思うんですよね、どうでもいいっていう言葉っていうのは。ただ私はですね、こう自分の中でとことんでものすごくこう落ち込んだり悲しいとかショックを受けた時に、毎回ですね、この一番ここの下まで行ったなと思った時に、もうどうでもいいやってねつぶやいてたんですよ。それでその私はね、ものすごくこのここまでものすごくもう泣いたりとか、すっごいショックを受けたりとか、すっごいこう落ち込んだりとかね、そういう時ってありますよね。ものすごいここまで行く時、もう底辺のとこまで私何回も行ってるんですよ。でこう底辺まで行って、そこまではずっと泣いてるんですよ。泣いたりもものすごい挫折感を味わったりとか、ものすごい絶望するんですけど、ここまで行ったら、この底まで行ったらですね、ここに行ったらもうどうでもいいやってなってたんですよ。もうどうでもいいわもう私ってね、思ってたんですよね。そのね、どうでもいいやっていう言葉を自分の心の中でこの一番底に来た時につぶやくと、なんかね、軽くなったんですよ。なんかここのね、底辺まで来るときはずっとこう、何、ショック、ムカつく、なんでってこうずっとこうすっごいね、負のねことばっかり考えて、で泣いて、もうどんどん落ち込んで、ガーンとここまで来るんですよね。この間はどうでもいいってまだ思ってないんですよ。でこのね、こうドーンとですね、徐々に落ちて、辛いとか悲しいとか泣いてて、ここのですね、もうね、もうこれ以上下がれないっていうところまで、私ほんと毎回ね、過去のどん底の時本当に来てたんですよ、ね、え。だから皆さん今コメントいただいて、今辛いんですとかね、まだね、あの人のことがとかとか、すごい今がね、辛い方がね、コメント書いていただいてて、本当に私もね、そういう風だったんで分かるんですよ。だからそのね、もう何回もこうジェットコースターなんですよね。ドガーンとしてもものすごく落ち込む。で、ここに来た時に、ここ最後ですよ。本当にもうこれ以上ないっていうところまで私本当に下がってたんですよ。その時にここで何を思うかって言ったら、さっきのもうどうでもいいよ私でもこんな感じなんですよ。もうふてくされというか、もう開き直りですよ。いや、もうどうでもいい、もうどうでもいいみたいな、もう私の人生どうなったっていいし別にって、もう私なんてある意味めちゃくちゃね、ポジティブに開き直ってるんですよ。マイナスに開き直るんじゃなくて、なんかね、もうね、もうどうでもいい、もう本当にどうでもいい、私別にもう幸せにならなくたっていいし、楽しくなくたっていいしとか、だって私一人だから、もともと一人だしね、もうずっと一人だし、いや、もう別に捨てるもんないしみたいなね、なんかそういうことなんですよ。いや、もちろん娘はいましたけど、娘は俺は娘で一人の人間なんで、別に私とね、こうガチガチに常にここにいるわけじゃないんで、一人一人の人間なので、私は私個人の人生としてってことですよ。私個人の人生としてはもう私は一人だって。でもね、どん底の時ってね、
例えばじゃあ友達がね、もし私に一人でも二人でもいても、結局何かあったらもう私なんて、私はどうせ一人なんだ、あの人分かってくれないしってね、私のこの思いなんか誰もね、あの友達だって結局分かってくれないんだよってね、人間ってね、そうなるんですよ。いくら私に友達とか、まあ、彼氏とか、まあ、旦那がもし生きてたとしてね、でいろいろ周りにいたとしても、結局自分の心が結局自分をこう落としてるんで、周りの人がいようと結局私は一人だとか、私のこと誰も分かってくれないんだってね、なるんですよ、人間っていうのは。だから人がいようといまいと同じなんですよ、結局自分のメンタルなのでね。それで私もう本当ここに来た時にね、もうどうでもいいよ、もうどうでもいい、もう何とでもなってくれみたいなね。だから結局もうなるようになってくれみたいなね、もうなるようになるんでしょどうせっていうね、なんかね、そういう風にこうね、ある意味いい方向に考えてるわけなんですよね。潜在的に、無意識的にですよ。自分がその時めっちゃ私ポジティブなんて思ってないんですよ。でこっちの方にこうもっともっとね、もう何なの私の人生もどうでもいいやってね、もう誰かね悪い仲間とつるんで、もっともっとね人生こうどん底に落ちて、もう本当に何て言うんですかね、もう道をそれた人生でも全然いいとか、そういう方向じゃないんですよ。ただ自分の中でもうどうでもいい、もうどうにでもしてくれ私の人生っていう感じなんですよね。だからね、そういうふうになんか思った時にね、なんかねすごくね軽くなったんですよ。あ、もうどうでもいいしってね。だからどうでもいいと思えば別に何にもねこう気にならなくなるんですよ、本当に。例えばそうですね、例えばじゃあ親子関係ね、例としてですよ、親子関係で何かあってものすごく自分がなんか傷ついたり、もう本当に嫌だわこの親とかって思ったとしますよね。その時にこのすごく嫌だ嫌って、もうこう徐々にこうね、さっきみたいにこう落ちるまではいろいろ考えるんですよ。もう嫌だとか、もうなんであんなこと言うんだろう、私はこうやってね思ってるのにとかって、こうね親に対する不満とか憤りがずっとあって、どん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 落ち込むとしますよね。もう本当に嫌だみたいな、この家族ってね。それでここまで来たら、ここに来たら、あ、もう別にもうどうでもいい、もう親とかもどうでもいい、もうってなるんですよ。そうするとどうでもよくなるってことは何も気にならなくなるんですよ。もう何があってもいいんだってことになるんですよ。だから親にまた何か言われたところで、ああもうはいはいみたいなね、それまでは何か言われたらすっごくズキンと二人もなんでとかと思ってたね、この感情がいちいちこうすっごくこわーってなってたのが、もうどうでもいい、もうはいはい、もうどうでもいいです私はってね、もう何でも言ってください、もうどうでもいいですからってね、ある意味ね、そう思うとね気にならなくなったんですよ、何を言われようと。で私はもう私でもいいし、もうどうでもいいんだって私の人生なんかってね。だからそれがすごく効いたんですよね。どうですか皆さん。だからこっちのものすごいマイナスの方向に行っちゃダメなんですよ、どうでもいいっていうのが。すごくなんていうんですかね、人生に腐って本当にこう道外れる人いるじゃないですか。なんかすごくこう何ですか、こう良くない人とこう付き合ったり、もうもともとこうね悪い方向に行って、そういう人たちとこうなんかこうつるんだりとかね、で変な方向にこうねいろんなもの誘われてそれもやっちゃったりとかね、そういうことじゃないんですよ。自分が自分の心の中でも私の人生もどうでもいい、もうどうでもいいってでもどうでもいいってこんなねギャーじゃないんですよ。もうね本当にこうもうどうでもいいです、もうどうでもいいです、もう何があってももう知りませんって感じなんですよ。もう何があってももういいですよ、もう私の人生結局ってね、もうある意味ねいい方向に開き直ってたんですよね。それがねなんかすごくね自分を楽にしてくれたんですよ。そしてあら私なんか楽じゃんと思って、あ、こういうふうに考えるのって楽になるんだなと思ったんですよね。でそしてそこで、あ、いろんなことをこういちいち気にしてたりとか、こう過敏にこう反応しても、え、なんでとかね、いちいちそこにこうすごく熱をこう自分もこう持っていってたら、あんなにこう傷ついたり、なんか嘆いたり怒ったり、もう感情がわーっとなるっていうことに気づいたんですよ。だからもうどうでもいいっていうね、そのどうでもいいっていうのはもうなるようになるんでしょ、どうせ私の人生ね、もう私がギャー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 言ってなくたって結局なるようになるんでしょって、もうなるようになってくださいみたいなね、私はこうやってただねこう黙ってね、まあ、普通に生きときますんで、もうまあ勝手に皆さんやってくださいよ、私の関わる人たちみたいなね、あとこの私の人生どうでもいいですから、もうね何があっても全然もう私いませんっていうねある意味本当開き直りなんですよ。そうするとねすごく楽になるんですよ。そして楽になりますよね、しばらくすごく楽になるんです、その言葉でどうでもいいっていうことで。そしてですね、またねそのどうでもいいのがまたこうだんだん消えてくるんですね。このどん底の時はですよ、今はもう全然ねもうずっと同じなんですけど、このどん底の時ってまたほらこう行ったり来たり行ったり来たりしてたんで、
しばらくすごく、まあね、なんかすごく楽になったなと思って、別にこう感情の起伏もなくなって、まあ普通に生きてられたね、このぐらいがあっても、また何かあるとね、もう何年とかね、泣いたりとかね、もういろいろやってたんですよ、この間っていうのは。でその時にまたとことんまで落ちるまで、またずっとね感情が落ちて、でここのねとことんまでこう落ちるまでは、やっぱりさっき言ったようにずっとね負の感情だったりネガティブになってるわけなんですよ。そしてとことんまでものすごく落ち込んで、もう落ち込みってなって、もうここまで来た時にまたですね、もうどうでもいいやってなるんですよ。そしたらまたしばらく楽になって、だからそれがずっとね、こう徐々にその楽になったのがだんだんこうね長引いてきて、楽なのが長くなってきたんですよ。そしてこうすごくこう感情がわーってなるのがこう短くなってきたから、それがこう短くなってこう徐々に消えてきての、今の私になれたんですよ。どうですか、このどうでもいいっていう言葉ってすごくね、ある意味ね、いい言葉なんですよね。もうどうでもいいです、でイコールもうなるようになるんでしょ、なるようになってください、もういいです私はっていうね、もうお任せしますよ、もうね、あの何かのその流れにみたいなね。だからね、そういうふうになんかね、その言葉をですね、ちょっと皆さんですね、あのただしね、悪い方向に考えちゃダメなんですよ。悪い方向のもうどうでもいいじゃなくて、もうどうでもいいって、このね、この感情が入るどうでもいいはダメなんですよ。もうどうでもいいわみたいな、もう本当に私ね、脱力でした。もうどうでもいいわってね、私別にどうでもいいからっていう感じなんですよ。もう私の人生どうでもいいって、そうすると楽になって、そして物事がなんかすごく、あ、なんか別に楽しいなとか思えたりとかね、なんかいい方向にね行くんですよ。そういう風になっちゃうと、それはやっぱり自分の心が楽になってるからなんですよね。感情がこうふわーっとこうもう脱力して、こううーってなってないから、こう楽な感じに慣れてるから、いろんなものがこうなんか、あら、なんか楽しいなこれとか、なんかこれ嬉しいなとか、なんかプラスのことがこう自分の中にこう入ってくるようになるわけなんですよね。だからね、本当にそれね、魔法の言葉だと私自分で思ってるんですよ。それがどん底からこう徐々に抜けていく、そのコツの一つってことなんですよね。で他にはもういろいろね、考え方のコツは他にもこのチャンネルでたくさんお話ししてますんで、ぜひですね皆さんいろいろ見てください。では今回もありがとうございました。